はい、それでは今日は助産院ポワント代表の山井博子さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では早速ですが、博子さんはどのような夢やビジョンをお持ちですか？あらゆる年代の女性がそれぞれのライフステージで自分らしく心地よく自分がやりたいことができる、そんな社会にしていきたいなと思ってま自分らしく心地よく自分がやりたいことができる、そんな社会。なるほど。はい、ありがとうございます。では、それを具現化するために、どんな目標計画を立てておられますか？まず女性ってなんかこう自分の体のことってよく知ってそうで、結構話をしてみると知らない方がいらっしゃるんですね。なのでまず自分の体とかのことをよく知ってもらう、正しい知識をこう持ってもらうっていうことと、あとやっぱり今、筋力が低下している女性が20年前、私が助産師になった時と、今のお産するお母さんたち、すごい体が違うんですね。なので、すごく筋力が低下している中で、体を、けど頑張らないといけないからって、体をこう、無理に使って、そういうのが不調にもつながっているので、まあ、そういう姿勢の改善だったりとか、体の、なんて言うんだろう、使い方だったりっていうことを伝えていって、であとやっぱり体の筋力がやっぱ落ちてきてるので、すごい体が冷えやすくなってるんですよね、今の女性って。だから体が温めることの大切さとか、まあ、筋力をつけることと合わせて、そういうことをこう伝えて、正しい知識とともに伝えていきたいなと思ってます。なるほど。助産院ですけど、先ほどおっしゃったように、あらゆる年代の女性が対象っていうことなんですね。そうなんですよ。なんか助産院っていうとすごくこう産むとか、産む場所っていう風なこうイメージ持たれると思うんですね。助産師っていうのもお産にたじ携わるとか、まあお産取らなくても産前産後とか赤ちゃんに携わるっていうイメージがすごく多いと思うんですけど、助産師ってミッドワイフって英語で言って、で女性と共にとか女性に寄り添うっていう意味なんですね。なので私が助産院を開業した理由は、女性の一生の健康に携わりたいっていう理由で助産院を開業したので、なのでお産は取り扱ってないんですけど、まあ、産前産後も含めて、その女性の生涯の健康に携わりたいなと思って開業しました。ミッドワイフっていう言葉初めて聞いたんですけど、女性に寄り添ってもらえる場所ってすごくありがたいですよね、女性にとっては。ありがとうございます。そういった体の筋力の低下だったり、冷えだったり、そういうことに正しい知識を持ってもらうっていうことですね。はい、ありがとうございます。では次ですが、その目標や計画に対して、今はどのような活動指針を持って、どのような基本活動をされてますか？今1月、令和3年の1月に、山口県から創業補助金で、補助していただいて、助産院を開業したところです。ただまだちょっと私自身も病院勤務をしていて忙しくて、なかなかちょっと助産院の活動っていうのをしていない、できてない状態なんですけれども、9月からちょっと助産院勤務の方に力をこうシフトしていって、で女性の姿勢改善と温めで、正しい知識っていうのを広めていくために、まあ、教室とか、あとは個別の相談とか、もちろん産前産後も含めて、どちらかっていうと今、更年期の女性の健康の問題も取り組んでいるので、勉強しているので、そういう年代の女性に、
正しい情報を知ってもらって、まあ、一緒に体操したりとかっていう教室もしていきたいなと思っています。私パンフレットを、ね、見させていただいたんですけど、うん、自力整体の教室なんかも、ね、うん、されるんですね。そうなんですよ。私自身、まあ、自力整体に出会って、でここ3年ぐらいなんですけど、やっぱりすごくこう理にかなってるなっていう、あの女性の体を整えると、うん、あと筋力向上していくのに、なので、まあ、その正しい知識を知ってもらった上で、その自力整体をやってもらうっていうのがすごくこう相乗効果というか、分かるからやる、分かって続けるっていうことがすごくあの効果があるかなと思うので、うん、そっちの方もね、やっていけたらなと思ってます。なるほど。あれですね、知識をそうやってせっかく伝えても、日々のやっぱりね、うん、生活の中で、うん、トレーニングというか実践していくことがやっぱ大切ですよね。そうですね。なかなかね、女性ってすごいこう自分のこと後回しで、なんかこう家事とか育児とか、まあ、仕事されてる方は仕事に追われて、なかなか自分の体のことをこう見るというかにこう思いを向ける時間っていうのがないと思うんですよね。で、私も今まだ1週間に1回その創始者の先生、自力整体考えられた先生の教室をオンラインで受けてるんですけど、やっぱその1時間半なんですけど、その時間自分の心と体に向き合う時間が取れるっていうことが、やっぱり自分の生活の中ですごくこうとてもいい時間だし、それがあることによってまた体も整うだけじゃなくて、気持ちもちょっとリセットされて頑張れるので、まあ、そういう時間も合わせて提供できていけたらいいなと思ってます。いや、素敵ですね。まさに女性に寄り添っていくサロンになるんですね。はい、では次の質問です。そもそもその夢やビジョンを持ったきっかけは何かということと、そこにどんな出会いや発見があったんですか？もともとは多分私がこう体調が悪かったっていうのは、まあ、思いを起こしてみれば、独身の頃は月経痛に生理痛に悩まされ、生理前のイライラとか落ち込みで、うん、もうすごいこうジェットコースターのような気分の波があってっていう、で結婚したけど今度は不妊、赤ちゃんができないっていうことでやっぱり治療したりとか、うん、でやっと授かって、妊娠出産期もやっぱりこう出血が続くとかお腹が張るとか、まあ、いろんなトラブルがあって、で生まれたかと思ったら今度は産後はちょっともう腱鞘炎になったりとか、足の付け根が痛いとか、なんかすごいそういう不調があって、でその第一子出産後のその不調の時に、これはどうにかこれ痛みを我慢するとか、まあ、妊娠中腰痛があっても、まあ、産んだら良くなるよって言われるから、まあ、産むまでの我慢で、産んでも今度は腰痛はちょっと良くなったけど股関節が痛くってどうにもならない、腱鞘炎にもなるし、でそれもなんかいつまでこれは続くんだろうって、子供はどんどん大きくなってますますね、腕には負担かかるしって思ってた時に、母子生態研究会って言って、今は母子フィジカルサポート協会っていう風に名前は変わってるんですけど、そちらでなんかこう助産師さんが生態の勉強をしているっていうところなんですけど、でなんか山口県とかで誰かいませんか、見てくれる助産師さんって言ったら、山口県いませんって言われて、でまだ私その頃子供産んで、子供が4ヶ月ぐらいの時だったんですけど、まあ、あなたが勉強しなさいって言われ、うーん、えって、私がみたいな。それで子供を主人とか母に預けて福岡とか東京に通って、でその、まあ、産前産後の体のケアと合わせて、
赤ちゃんのケア、もう息子がすっごい泣く子だったんですよね、それ書いてるんで、寝ないとかって言って。で、なんか子供の写真を見せたときに、なんかちょっとこの子ねじれてるわよとかって言われて、で、ハイハイとかも、まあ、なんかちょっとこう、片足を引きこずるようなハイハイだったりとか、まあちょっと気になることがあって、で、そこでベビー整体も学んで、そうすると、やっぱり赤ちゃんってお腹の中から、生まれてから、そこのこうケアが大切だなっていうことをすごく学んだ。で、そのケアを2人目妊娠、2人目も不妊治療だったんですけど、妊娠出産した後に、やっぱりそこ1人目の後に学んだ骨盤ケアとベビーケアに基づいて、その妊娠出産、育児期を過ごすと、すごい楽だったんですよね。体も楽だし、あと赤ちゃんもよく寝るし、なんか、産後、まあ2人目の余裕もあったけど、産後ってこんな楽だったっけっていう感じで。で、3人目は、もうそこからまた2人目出産後も、これはますます勉強しなくちゃと思って、これはいいことだから勉強してお母さんたちに広めてあげなくちゃと思って、また東京やら、福岡やら、大阪やら行って勉強して、で、よし、もうこれで学んだ、私はこれで開業するぞって思った矢先に、予想外というか予定外で、自然に3人目を授かり、ちょっとまだ開業じゃないなっていうことで、で、まあそんな中でもやっぱり3人目はちょっとこう36になる手前ぐらいで産んだので、すごい体の不調もあり、なんていうの、不調っていうか、まあ疲れやすかったりぐらいなんですけど、あちこちが痛いはないんだけど、で、3人目出産後で、まあ、主人も単身赴任とかもしてて、でもなんかすごい、なんて言うんだろう、こう、めまいが起こるようになり、そしてしまいには倒れてしまったんですね。で、今、更年期の勉強とかしてると、その産後の、なんて言うんだろう、ホルモンバランスの崩れで、やっぱり35過ぎてるから、卵巣の機能も落ちてて、なんていうんだろう、戻りが悪いから、すごい不安定な、ホルモンバランス不安定な時に、やっぱりいろんなことを自分でやって、自律神経の乱れから、やっぱめまいが起こって、最後倒れてしまったっていうことが、今はわかるんだけど、その当時はもう、このままこれが治らないんじゃないかって、ずっとふわ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 してる感じで、この中で私、仕事復帰できるかなとか、なんかすごいそういう不安な日々を過ごし、で、けど、まあ、いろいろ病院にも行き、脳神経外科とか耳鼻科とか行って、神経内科にも行ったのかな。けど結局なんかこう薬飲んでも良くならない。でも自分で何とかするしかないなと思って、いろいろやり始めて、その中で、やっぱり女性が体を整えていくっていうこと、すごい大事だなっていうことに出会って、で、自力整体にも出会って、で、今までこう整体の施術は学んできたんだけど、結局、まあ、ちょっとやってもすぐ戻っちゃうんですよね。帰りの車に乗るのにドーンってなった瞬間、もう戻ってっていう。なので、やっぱり日々の姿勢だったりとか、もう自分でできることをとにかくやっていくっていうのがすごい必要だなっていうことを感じたので、もうそこからは整体の施術っていうんではなくって、セルフケア、自分でできることをやっていってもらうっていう、そういう方向に切り替えて、なんて言うんだろう、お伝えしていけたらいいなと思って、今、やっている最中です。じゃあ、ご自身の本当に、ね、3人お子さん、妊娠、出産する過程でいろいろ不調を感じられたりとか、
トラブルがあったりとかっていうご経験のもとに今の開業しようっていうところになったっていうことなんですね。はい、ありがとうございます。では、最後の質問になるんですけども、その発見や出会い、今お話しいただいた発見や出会いのそのまた背景にはどんなことがあったんでしょうか。また背景、どうだろう。例えば、もともと助産師さんでいらっしゃるけども、うん、開業せずに、ね、そのままこう病院に勤務している方も多くいらっしゃる中で、それでも自分で開業しようっていうふうに決断をされたっていうところの、その背景は何かひろこさんならではのものがあるのかなと思ってるんですけど。どうなんですかね。多分こう地域に出たいなっていう思いがもともとあった。で、もともと私保健師をしてたんですね、独身時代。で、保健師になった理由っていうのが、高校時代に友人のお母さんが村の保健師さんで、広島県の田舎の保健師さんで、で、そこのなんか1年1日体験で一緒に回らせてもらったんですね。で、その地域でなんかこう、その方は赤ちゃんからもう本当高齢者まで幅広く声かけて回られてる姿を見て、あ、保健師っていいなって思って、で、まあ学校も保健師もを視野にこう選んで進学してって、でけど途中で助産師もいいなと、実習の経過で助産師っていいなって思うようになって、で、まあ、両方資格を取っとけば、まあ、どっちかやるだろうみたいな感じで、で、卒業してすぐは助産師で、その後に保健師でやっぱりやって、で、結婚して辞めたんですけど、保健師はやっぱりその地域で根ざして、こう生活のそばで寄り添うっていう、やっぱ病院ではない地域だからこその活動っていうのがあるような気がして、まあ病院ではなく病院からこうちょっと外に出て地域っていうところを選んだのかなと思います。その高校生の頃のお友達のお母さんが保健師さんでっていうお話がありましたけど、そこに憧れた、どんな姿を見て具体的に憧れの気持ちになったんでしょうかね。なんていうんだろう、本当にこう身近な存在っていうか、なんか本当昔のさんまさんってこうだったんだろうなって今だったら思うんですけど、本当にこうもうみんなのこと知ってるみたいな、赤ちゃんの頃から知ってる、お腹の中の時から知ってるからみたいな、そういうなんていうんですかね、一時だけの関わりじゃなくって、なんかずっとつながってるっていう、そういう関わり、やっぱり病院だとその産前産後だけとかになるので、そうじゃない、ずっとつながってるっていうところが、そこに携わってるっていうところにすごくこう魅力を感じたというか、そういうのはあるかなと思います。確かにそうですね。病院だと、まあ、産後の検診が終わったらほぼほぼもう関わりがなくなりますもんね。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ、そういった、まあ、夢ビジョンを通して、まあ、あらゆる年代の女性が自分らしくこうやりたいことができる、そんな社会になったらいいなっていうことでしたけど、そういう女性が増えていくと、どんな、まあ、社会というか、まあ、地域だったり社会だったり日本だったり世界になっていくというふうにお考えですか？私体調崩した時に
やっぱり家庭がね、うまくいかなくなったんですよね。私がこう元気ないから、子供もなんかちょっとこう体調崩すだけじゃなくて、気持ち的に落ち着かなかったりとか。で、主人もね、やっぱりこうイライラしたりとか、逆に落ち込んだりはないかな、どうだろう、そういう感じだったんですけど、私が体調が良くなって、なんか気持ちと心に余裕ができると、子供がすごい元気になって、夫もすごい元気が良くなって、で、そういう女性が、まあ、それってその家庭だけじゃなくて、まあ、なんか女性が元気になれば、ね、世界が元気になるって思っているので、だからそういう女性が元気に、ね、自分のやりたいことをやって元気に過ごすことによって、家庭、周り、社会、まあ、世界全体がすごくこうハッピーになるんじゃないかなって思って、なのでそういうことに何か携われたらいいなと思ってます。はい、ありがとうございます。ちょっともう一つだけ聞きたくなったんですけど、よろしいですか？女性がこう、ね、自分がやりたいことをやれる社会にしたいっていう言葉がちょっと今気になっていて、なんかつまりそれはこう、今は女性たちは、まあ、やっぱりやりたいことができてないなとか、ご自身も、ひろこさんご自身も、そういうやりたいことを我慢してらっしゃった時期とか、そういう経験があったからの言葉なのかなと思ったんですけど、そのあたりはいかがですか？そうですね。まあ、他の方とかっていうのも、やっぱりこうね、友達同士で話とか聞くんだけど、やっぱり夫とか子供優先だったりとか、なんか自分はこんなことしちゃいけないんじゃないかなって、結局こう自分でね、こう決めてる自分の枠を。で、私も昔そうで、こんなに東京とか福岡とかね、なんかこう自分がやりたいからっていうことで研修に行ってる、それを、まあ、なんかこう行かせてもらってるみたいな、こういう、ですごい後ろめたさとかもあったりとかしてたんだけど、けどどうなんだろうと思って、なんかちょっとこう主人とやっぱり話してみると、あ、そういうふうには全然思ってなかったんだなと思って、なんかとにかく私が楽しそうにニコニコやってたらそれで OK だったんだなっていうふうに、やっぱりそれはコミュニケーション取って、主人と話して分かったことだけど、なんかこう、自分でこう枠を作って、こうなる、こう、お母さんだからこうしとかないといけないとか、会社に勤めてるからこうしとかないといけないとか、なんかそういうこう、自分で、他の人そんなこと思ってないけど、なんか自分でそういう枠を作ってる、その中でいないといけないって思ってる女性もいるんじゃないかなっていう気が、してます。いや、すごく共感です。そういうん。うね、こともなんか伝えていかれるんでしょうね。はい、今日はとっても素敵なお話をありがとうございました。ありがとうございました。